キロボキロボとは、東京大学先端科学技術研究センターと、ロボガレージ、トヨタ自動車、電通が中心となって開発された、日本語で会話が可能な小型の人型ロボットである。2013年8月4日に、人類初のロボット宇宙飛行士として、h IIB ロケット4号機で打ち上げられた、コウノトリ4号機に積載されて、国際宇宙ステーションに運ばれ、ISS 内で、 若田光一飛行士との会話を行う。2013年8月10日に ISS へ到着し、同年8月21日には日本実験船希望で起動と発生に成功した。第一世はニール・アームストロングを真似て、2013年8月21日未来の希望へロボットの第一歩ですだった。同年12月6日には、 若田飛行士と会話実験を行った。実験終了後しばらく保管されていたが、2015年2月11日にドラゴン宇宙船の5号機で回収され、地球に帰還した。2015年3月27日付で地上から一番高い場所で対話をしたロボットと初めて宇宙に行った寄り添いロボットとして、二つのギネス世界記録に認定された。 キロボという名前は、ミラタと共に公募されて決まった。以下は、ロボが0時内の紹介ページより、ありがとうございます。